しく気高く僕らを照らして光り輝くアワラスター、それは僕らの使命。子供の頃あったよね将来の夢、今はそれ。独特な柔らかいタッチで描かれた可愛いイラスト、イラストレーター津田坊さんの作品。ほのぼのとして、それでいて少しコミカルなキャラクターたちが印象的だ。あわら市の自宅の一室、意外なことに画材と呼べるものはほとんど見当たらない。津田坊さんがイラストを描くのに使用しているのはパソコン1台。作品のほとんどが下書きから着色まで全てパソコンだけで描いている。もうデジタルの魅力、一番いいところはコマンド Z でやり直しが効くんですよね。一回描いた線を、あ、これあかんかったわっつって、もうなかったことに綺麗にできるのが、アナログやと間違ったら修正とかがめちゃくちゃ難しくて、もうデジタルはなかったことにできるのが一番魅力的ですね。アナログ、デジタルでアナログするのが好きですね。みんなアナログで普通に描いてると思って見てる方が多いので、フルデジタルはびっくりされますね。幼少期に発症した病気で右目を失明し、左目の視力も極端に低下した。しかし彼女の言動にはそんなことを微塵も感じさせない明るさがある。それが作品に不思議な魅力として現れている。私がそれこそ本当ちっちゃい頃からなんで、物心ついた時からもうこれなんで、その時からもずっと絵を好きだったので描いてて、その世に出そうって思ったきっかけは、その2011年の震災でなんか少しでもこう、目についた、こう 見た人の癒しに少しでもなったらなって思って、こう人に見てもらおうって、こう自分が今まで描いたものをネットに上げて誰でも見れるようにしたのは、そうですね、その震災がきっかけですね。見ていただけた方からその絵本作品だったりすると可愛いとか、なんかちょっと癒されたみたいな話をされたりとか、なんかこういう絵本の挿絵描いてみないみたいなお仕事の話をいただけたりとか、そういうリアクションはいただけましたね。津田坊さんの作品の多くに登場する老人のイラスト、コミカルで可愛いフォルムでどこか哀愁が漂うキャラクターは津田坊さんのこだわりの一つだ。自分の好きを形にする感じですかね。こういうのが好きだなって思って描くので、もうこうふわっとした色使いでコロンとしたフォルムなのが好きなんだと思います。じいちゃんが可愛いのに世の中にあんまり絵がないみたいな。猫可愛い、猫の絵いっぱいある、あ、可愛い、いっぱいある、可愛い、本当おじいちゃんっぽいのないかな、ないな、描くかみたいな、そういう感じですかね。おじいちゃんメインで描いた作品ないから作っちゃったみたいな。描きたいと思うものを描く、彼女が好きだと思い表現しているその世界観に今多くの称賛の声が上がっている。金津創作の森、ここで8月から現在も行われているワクワク膨らむイラストの森、福井県にゆかりのあるイラストレーター4人による展覧会だ。この企画展に津田坊さんも招待された。企画展への参加を後押ししてくれたのが創作の森の学芸員千葉さんだ。
今回の展覧会のテーマがこのタイトルにもありますようにワクワク膨らむイラストの森、こうコロナ禍でちょっと社会とか世の中がちょっと気分が落ち込んでる中をちょっともうちょっと楽しく明るい気持ちにしたいと思ってこの展覧会を開いたんですが、そのテーマにまさに津田んぼさんこう合っていまして、津田んぼさんの表現するこの物語に見たと思うんですけど、みんな物語のこのあったかくなるようなストーリーとか、あとおじさんたちの愉快なこのいろんな場面を描いてたりとか、ちょっとクスッと笑ってしまう、そんな津田んぼさんの表現がこの展覧会のテーマに合ってるなと思って、はい、選ばせていただきました。ぜひですね、もうあわら市のもう代表するあわら市からどんどんもう福井、もう福井飛び越えて日本、もう世界に羽ばたいていってほしいなとは思います、はい、こんなにこうしっかりした美術館じゃなくて、 それこそ東京の方のギャラリーさんとかで参加させていただいたり展示したりとかはあったんですけど、それこそ本当創作の森はもう家からも近いので、なんか頻繁にこう遊びに来てたところなので、そういうところでお声掛けいただいてこう企画展に参加できるっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。地元だからこそこう伸び伸びとなんか胸張って展示できるというか、もう見てくださいみたいな感じで、地元の方にこそ見てほしい展示かもしれません。自分が描きたい世界を表現したい、津田んぼさんはその思いを胸に大きな夢に向かって歩みを止めず進み続けている。一番目指しているのはそれこそ自分の絵本出したいっていうのがずっとあって、本屋に並ぶことかな、夢目標。絵はその人自身を映し出す鏡、温かく優しくそして力強い、その絵は夢に向かって力いっぱい楽しんでいる彼女の生き方そのものだ。アワラスター、だから君は輝き続ける。